ちょっと見これ人なの。はい、じゃあ宣言、はい、これ録画してるから、okay. これ出るから、あの東京ボディビルオープン選手権、東京ボディビルオープン選手権に出ます。よいしょ。さあ、それでは今から、お、やべ、 YouTube やってる、 YouTube やってる。2019年、10月何日だ、今日何日、10月の2日、4日ぐらい、5日ぐらい、まあそんぐらいで、まさかのね、日本人 大集合 in ウィリアムスポートスペシャル編ということで今からね、これは永久保存版になると思うんですけども、やべ、マジ永久保存版だよ、まあ、ウィリアムスポートで日本人が唯一ね、集結したこの日に限って、今からね、ディナーの方に行っていきたいと思います。これで話しちゃうとね、左側ついこう走っちゃうから、それ怖いね。左ハンドルって慣れなくないの最初、確かに怖い。ほんと最初の3分ぐらいね、もう3分で慣れちゃう、常にもうなんかこう右だぞ右だぞって、あ、意識してる感じ。でも多分あれじゃね、あれだよ、こう車がちゃんと走ってるとさ、その前の車にフォローするじゃん。確かに、それがあるから大丈夫。もしね、なんかこう何もなかったらもしかしたらなんとなくこう左って走ってるかもみたいな。なるほどね、うん、一回そういう時あった。ちなみに僕もあります、チャリで、これチャリで、怖いよ。混んでそうだね。日曜日はまだ混んでないんじゃないかな。日曜日は土曜日は絶対混んでるけど、混んでない感じ。あ、でもあれか、日曜日と結構どこまでさ、やってないんだけど、やってないんだもんね。で、バッファローウィングスがやってるっていうことは、チェーン店ぐらいしかやってないな。バッファローウィングスに結構みんな行く可能性。でも、デニーズとかも5時でしょ、まだ6時になる前でしょ、まだ大丈夫じゃね。確かにバッファローウィングスって大体なんか バー系じゃない、お酒とかあるんでしょ、うん、移動中とかね、これ例えばこうやってやってやれば早送りしたりして、そのなんていうの、場面展開で使えるとか、あとは例えばこうやって撮っててさ、面白い会話があったらそのまま使えるし、なんもねえな、面白いこと。はい、ちなみにね、もう見えてきました、バッファローウィングス。まあここでいいんじゃないか。あ、やべやべ、まあまあまあ、いっちゃ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 い、危ない。これ結構あれだよ、角度的に。あ、おー、はい、これがジャパニーズクオリティです。ご苦労様です。ごちそうさまです。ごちそうさまです。バッファローウィングス、なんだかんだでバッファローウィングス、もしかしたら初めてかもしれないですね。なんか予定で言うとこの車に乗る予定だったんだけど、かっこいい、すごい、そこやん、ね、確かに、日産、日産なのか。はい、今席着きました、若干ね、混んでるんですけど、まあ、OK です。ね、はい、GoPro が苦手な暗所なんですけど、まあちょっとメニューをね見て決めたいと思います。あ、ちょっとあの驚きの事実なんですけど、あの今このグループ4人で来てるんですけど、それのね、あの僕がビール頼もうとしたら、まさかのみんな持ってないとね、あの頼めないらしくて、あのちょっと今日は断念してね、お水だけにしました。だから皆さんもね、あの大勢でねレストランアメリカに来る際はね、ちゃんとみんな ID 持ってくるしてください。はい、厳しい。どうですか、調子はいい感じですか。今何歳ですかとかね、質問2ちゃい4ちゃい。ジャパニーズゲンゲン、今日はね、これがねアメリカのねナチョスです。ナチョスです。はい、ハラペーニョが乗っててね、ここにね、これがね、これなんだ、ソース、白いソースがかかって、ランチソースかかってるんですよ。で、この、赤いのがあのサルサソースです。これ下手くそだな。近い、うん、意外とね、これは音声拾わないからね、めっちゃ張り切んないとダメなんだ。箸だね、面接まで入ってたんですよ、そっと箸だった。バッファローチキン来ました、食べます。
トゥーラージ。うん、うまい、めっちゃおいしい。はい、ちょっとね、手がね、ベタついちゃったんでなかなか取れなかったんですけど、もう完食しました。ってことでね、今からちょっとね、もう時間を過ぎちゃってるんですけど、さっさとね、キャンパス戻りたいと思います。そうだよ、グレーゾーンのやつが結構いい。だからジムとかのために動画出すけど、その時は音楽音下げてやってる。ジムってガンガン鳴ってんじゃん。そうそうそう、あれも検出できるんだよ。全然余裕で来る。なんか出しても1分ぐらいで違反してますかって。1分でなのか、うん、45秒だったら大丈夫なんだっけ。どういう意味、どういう意味、音楽の。なんか1分以上さ、あ、そうかかってるやつだとさ、いや、なんか多分そうだと思う。そう、知らなかった。アニメとか。ちなみにね、ちょっと夜間なんで iPhone に変えて撮っております。 GoPro はダメなんでね、まあ、GoPro8 ね、新しく出たやつは出るのかな、うん、夜間強いらしいんですけど、まあ、まあ、僕は iPhone、GoPro7 でね、満足してますんで。iPhone11 いいよね。 iPhone11 ね、なんか最強、最強らしい。あれ Vlog 用らしいよ、マジで。どうだよね、絶対なんかそうだよ、広角で、もう音声もいいし、そう。でも GoPro いらないんじゃないかっていう。もうダメだよ。ポルシェの隣、あ、まいか。ポルシェのあれね、もうレザーブシート取ってからな、そこ。ほんと、うん、誰の車なの、あれ。アルミノじゃないの。ああ。はい、今ね、予定が終わったので、ちょっとね、今日急遽、レンタカーのね、エクステンドね、レンタカー借りてます。借りてるので、それをじゃあ2日延長するということでね、今から空港の方へ向かいたいと思います。車いいね、やっぱ車いいですね。あ、はい、便利、マジで便利です。やっぱ行動範囲がね、圧倒的に広いんで。そう、本当に特にそうですね。やっぱりね、僕、まあ、自転車持ってるんですけど、やっぱり一人でしか行けないんでね、そうなると。まあアメリカ来たら絶対やっぱ車は必要かな。田舎だよ、田舎もう車っすよね、はい、マジ田舎車っす。正直あんまり僕ね、車好きなんだけど運転慣れてないんで、うん、まあすれば慣れるか。やっぱその後やっぱヨーロッパのね、オランダとかの自転車タウンみたいなね、日本も、はい、OK、OK、Go straight。おー、バイバー。車も来るなよ。車も来るなよ。いや、これ左折だけだなってるから。うん。いいっす。いいっす、いいっす、いいっす。Turn on headlight。はい、ただいま、高速道路に入りました。無料だからね。無料ですからね。そう。それマジでいいよね。それでかい。それでかい、本当に。はい、だって俺この前さ、日本の高速走ってて、マジで料金取られると料金取られる。しかも高いからね。そう。それいいよね、まあ、こんな感じでね、かなり道路も広いんで、車通りもね、やっぱり田舎なんで少なくて。まあ、これがニューヨークとかカリフォルニアとかね、ロサンゼルスとかになると、まあ、渋滞とかね、通勤ラッシュの時はなるんですけどね、ここら辺はまあ心配する必要ないと。素晴らしい。まあ、とりあえず高速に乗ってるということでね、まあ、Google マップを頼りに進んでおります。マジ Google マップマジで神、本当に、はい、やばい、マジだ。その旅してると、旅じゃなくてその旅行とか行くとそうだよね。やっぱりね、そのネットのね、ありがたさね、通信があるっていう。本当に、はい、マジでそう、これないのと全然、マジもうこれなかったらマジもう無理だもんね。もう無理無理無理、うん、その準備とかすればさ、いけんだけどさ、あ、準備とかもなしでいけるもん。
飛行機の飛行機ブッキングするにしてもそうでしょ。もう、そうですね、一発じゃん。ベベッベッ、手元でベベッ、レンタカーベベッ、電話ベベッ、Google マップベベッ、はい来ました。まあそういうことですよ。あのこの先はね、どんどんそのやっぱインターネット情報をねしっかり使えるものだけが、あのまあ人生、あ右ですね、はいはいはい、全然僕ナビで生きてますね。あらあらあら、はいはい、まあこんな感じでね、あの僕持ってるわけなんですけども全然、活用できてないと。これはね、あのイーサーイーストサードスリートを、まあこれ直進じゃない、直進直進、危ない危ない危ない、まあとりあえずこれまっすぐと、角かな、右かな、まあ、今橋越えて、まだねまだ、そう次のまあでかい曲がり角、あの信号かな、空港を着きました。見えないですね、はい、まあ、この辺柵があるんですけど、まあ、将来ねお金持ちになったらここら辺をね余裕でプライベートジェットで、まあ、来ちゃうと、スケジュール通りじゃなくて動かなくてね、いつでも好きな時に、うん、これありますね飛行機。これさペンステート、ペンステート、これペンステートだったらでもだよね、ペンステート、ああ本当だ、ああエビエーションセンターあんだ、へ、初耳。そしてだ、編入してたもんね、危ない危ない、はい着きました、はい、こちらがねウィリアムスポートリージョナルエアポートですね、はい、実はこれ去年新しくなったばっかりで、あのその前まではね超オンボロだったんですけど、ちょっといい今思ったんだけどさ、レンタカー屋さんやってなくね、それがね多分やってると思う。あそう、だって俺12時で行ってさやってたんだよ。いやだから今フライトアライバルしてないじゃん。ありえないでしょ。あのインターホン鳴らせばワンチャンありかの可能性もある。あのねやっぱこういう田舎の空港はね営業自体あのアライバルとディパーチャーに合わせてやっているので、まあね今はちょっとアライバルの時間じゃないのでどうなのか、やってるか、あいる、案外やっていなかったと、あちょっと、ま、ということで残念ですか、残念ですね、残念残念残念になってる。まあ、残念ながらねオープンしなかったので、まあ、後でおそらく電話してみてそれでエクステンドできたら OK で、じゃなかったらまた明日か、明日でもいいでしょ、明日でも9時30分で俺、あ返さなきゃな、あなるほどね、もう今日 10時に行っちゃうわ、了解です、はい、てな感じで、まあ残念でした、ミッション失敗、ミッション失敗ということでね、10時に出直してきます、はい、まあ、僕は行かないんですけども、はい、じゃあまあ空港におさらばということで、まあ多分おそらくここに来るのは僕がグラジュエイトした後ですかね、だから12月、はい、もしかしたらニューヨークから帰るかもしれない、まあ、ということで僕この空港好きなんでね結構便利なんですよ、ね、便利だよ、便利だよね、そうそうそう、搭乗もスムーズだし、そうそうそう、人も少ないし優しいし、見た恥ずかしいな。DJ マックスいいよね、マジで。なんかどっか言っちゃう、言っちゃう、俺面白いのあるかな、はい、まさかのね、あの TJ マックス帰ろうみたいな感じでね、あの、あ、違う、寄ろうっていう感じでね、来たんですけど、やってないっす、やってないですね、やってるところに何もない、何もない、9時、9時過ぎた、もう全部やってないですね、ちょっと急遽あのお土産用になんだっけ、ココナッツオイル、さて
まあ、ココナッツオイルということでね、まあ、髪の毛にねつけるやつですね。ついに、ココナッツオイル見つけましたね。これが本当にないと思って、はい、ビビったけど、そうね、世界やりました。もう一周してね、はい、店員さんに話しかけたらあったと。店員さん行こう、はい、もうこれ全部買っちゃう感じですか。いや、すみません、こんだけ種類あると迷わないか。確かに